おはようございます。こんにちは。こんばんは。甘栗旬です。というわけでね、今日も早速動画やっていくんですけども、あー、来ました来ました、えー。ポケモンカード6月16日にね、新しい診断のパック、ポケモン151というパックが出るわけなんですけども、えー、前回はね、あのー、4月にね、 出た時クレイバーストとスノーハザードってあってあのナンものカードが30万円ぐらいになったよとかあのコンビニで行列がとか、えー、夜通し並んで買ったとかっていう戦争が2か月ぶりのまたなるかもしれませんね。というわけで今回のね、えー、フラゲ情報ということでフラゲってあのフラインゲートって AKB の歌にもあるけどあの先取りでこう売ってたりするんでねちょっと今回の目玉のやつ見ていきましょう えーまずね今回出るやつはねエリカの正体ってこれがちょっとお目玉なんですけどねあとこちらエリカの正体 SR これすごくイラストが綺麗ですね後ろの桜みたいな色合いもとっても綺麗だしこのエリカのトレーナーの女の子も可愛らしく描かれており大変人気になることが予想されますで えー、4万7500円4万8000円4万7800円4万7900円とかそんな感じですね4万5万ぐらいですかねこんな感じですでその、えー、上のレランク SAR っていうのがありましてそれがこっちのイラストエリカの正体 SAR これはたい7万4000円ぐらいだとか7万5000円、えー、だね 7万4,0007万5千カードですからねカードこっちは確かにちょっと90年代のアニメみたいなイラスト感ですね確かにまあこれはこれでまあ確かに綺麗っちゃ綺麗ですねこのキラキラ加工っていうんですかこういう銀のとことかもそうだしこの絵のざら目みたいなところもとても綺麗ですねえー、じゃあ続いて、まあ、このエリカっていうのが人気ですね多分今回の。 えー、あとは続いて、ボ、ボスの指令だっけなんだっけボスの指令じゃないな。ボスのなんちゃらみたいな。あれなんだっけ榊榊の陰謀みたいなやつだっけタイトル忘れちゃった。あ、これこれ。榊のカリスマ。これがスーパーレア SR ですね。うん、うん。まあ、ぼちぼちでなって感じですね。1万5千ぐらい。 榊のカリスマ榊のカリスマ榊のカリスマのカリスマあこれもね SAR ってあヤフオクの方にありますねこんな感じのイラストですねこのペルシアンっていう猫のやつと榊ボスのやつですねこういう感じのイラストですね これも大体1万5000円ぐらいかな。やっぱり女の子のカード高いね、エリカとかね。やっぱり、やっぱり時代は女の子ですね。で続いて、えーミュミのカードですね。パッケージになってますね、今回の。はい。こういう感じ。ちっちゃいですね、ミユが。ここの左上に。ちょっとアニメチックな感じで。 SAR ってタイプですね。えー、これが2万7千円ぐらいですか。はいはいはい。こっちの人は1万5千円ぐらいやな。それ安い方買いたいよな。2万5千円みたいな。とか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 。ね、他のカードも高いんですけども、あとは何ですかね。あとピカチュウの e r っていうのがありまして。 あこれじゃない。これも高いんだけど、3万とか高いんだけど。6 16日に出る方ではないな。えー、っと、じゃあ、あとは、あとは何ですかね。リザードンとかですかね。リザードン。はい。リザードンは、あ、これか。え、はい、これですね。こう、ちょっとちっちゃく映ってますね。 こうなんか飛び上がっている感じですねこの SAR ってタイプですね。これがたい1万5,000円ぐらいですね。こっちもそうですね。というわけで、えー、金額帯順だとエリカの正体 SAR がたい7万5千円ぐらい。でエリカの正体のスーパーレアが4万3 0 0 0円ぐらい。でミュウがえー2万5,000円ぐらい。 でこのリザードンが1万5000円とか、まあ、そんな感じですかね、まあ、他のやつはもっと、ね、何千円って安いのもあるけど一応こう1万円台2万円台とかこの高い方のやつですね、まあ、ちなみにこうやってね横に映ってるこういうリザードンとかね4万円とかこれは前から出てるやつですけどねカードも高いですね本当にね2万円とかね4万円とかね3万円とかすごいねまあというわけでね えー、16日あのポケモンカードまた新しいの出るんでね楽しみですねしかもアグリッ栗旬なんとね前回もそうだけどクレイバーストの時もあの抽選当たったんですけども今回のこの151もね見事抽選当たったんでねまた箱開封できると思うのでね楽しみにね開けてみたいと思いますというわけで以上になりますご視聴ありがとうございました